が消えるかも。大きいの音。台湾で残業してますって。頑張れー頑張ってー。残業してるのか。うちの家族も今日は残業って言ってたよ。頑張ってー、レメンチさん。ファイトファイトファイトです。気合だー。もうちょっとで今日も終わるばい。頑張ってください。千葉で車中泊してるって。車中泊はちょっと危ないんじゃない？大丈夫ですか？気をつけてください。車中泊。長崎のサッカー界の歴史に名を刻んだお水木とはどこの誰ですか？刻んだ覚えないな。刻んだ覚えないけど、なんか嬉しいな嬉しいな刻んだことにしとこうと。サッカーしたいよね。皆さんこんばんは。ちょっと髪のボリュームなんか少な。え、髪減った？髪減りました。お水木の髪。皆さんこんばんは。あ、やべ、固定コメントじゃない、定型文変えるの忘れてた。完全にかわいい。イエーイ、かわいいハロニーだ。尾上瑞希、あらー、ありがとう。弓沢さん、イエーイ、 I love you パーン、キュン、ありがとう。弓沢さん、キュンです。電波が悪い、うん、絶対にどのポジションでも賢そう。水木賢く見えてるの。おピザさん、ありがとう。エビサマさん、かわいい、ありがとうございます。皆さんこんばんはです。テロップ、今日もテロップと戦うのかな。こんばんはーって。なんてコメントしよう。テロップ難しいな。フォローよろしくお願いしますにしたかった。皆様こんばんは。今日の尾上さんは、電気消えましたね。今日も絶好調です。絶好調なんですよ、今日も今日とて。えへへ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 へって言えるぐらい絶好調。イエーイ。具合はもう完璧です。完璧です。完璧だし、ご飯も食べれるし、めっちゃいい感じです。お誕生日やって、今日団中さん、ナイスコメントありがとうございます。あ、ちょっと待って、今マイクあるけん、マイクつなごう。じゃあ団中さん、あれ、なんかね、この電波悪いっち、電波じゃない、このね、なんかね、リングライトおんぼろやけんすぐこうなっちゃうんですよ。ちょっと待ってくれ。今日皆さん月曜日でしたか、火曜日でしたか。今日は火曜日ですかね、多分。ナイフォー、ほら、ありがとう。チャンジャさん、ありがとうございます。今日はね、家族がお家にしかまだ帰ってきてなくて、ね、リュウさんとお母さんが帰ってきた瞬間に大変なんです。お水木はもう忙しくてたまらないんですよ。今日は実は明日ちょっと用事があって、で今日はお母さんとずっと言ってたクッキー作りをするんです。なんかTikTok でクッキーのが流行ってたの、流行ってた結構前なんですけど、
チャンククッキーみたいな、クランブ、クラン、クランなんとかクッキーっていうのが海外でめっちゃ流行ってたの。なんか咀嚼音、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 なんて言うんですかあれ、咀嚼音、咀嚼音ですか、咀嚼音を楽しむクッキーみたいなのがあって、もうめっちゃ美味しそうなの。その海外の先生、先生じゃないか、海外のお姉さんたちが食べてるのがめっちゃ美味しくて、美味しそうすぎ、あれ？あれ？これずっと入ってたの？あれ、マイク入ってたみたい。失礼しました。そのね、めっちゃ美味しそうなの、そのクッキーが。で、お母さんに、このクッキー作れる？って聞いたら、作ってむかって言って、そう、作ってみようよってなって、うちのお母さんね、何でも言ったら作ってくれるの。すごくない？なんかね、前はドーナツにはまってる時はドーナツ作ってくれたし、何でもね、食べたいって言ったらね、すぐ作ってくれるの。天才です、本当に。ということで、今日はお母さんと念願のクッキー作りです。普通のクッキーじゃなくて、海外のクッキーを作りたいの。分かりますか、海外のクッキー。ちょっと分からない人は、やべ、席で。ちょっとナンスリーっていう人は、TikTok で「クッキー海外」って調べてみたら出てくるの。こんな大きいクッキーをホムポク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 みたいな、ね、いっぱい流れてくるから、それちょっと見てみて。ザクザク、そう、ザクザク大きくて、なんか結構ザクザクっていうかね、なんかしっとり系の大きいクッキー。めっちゃ美味しそうじゃん、それが。なんで私は今日はクッキーを作らないといけないので、昨日は作れなくて、お母さんがなんか別のもの作ってたから。で、お水着もしよっかな。全然そんなつもりなかったんですけど、お水着もさ、作ったクッキー咀嚼音でさ載せたらどうする？でもさ、 ASMR なんてさ、誰が見るって感じですか。でもこの、せっかくこのマイクがあるから、このマイクでつってやってるやから、クッキーカサカサカサって。 でもやだ、なんか人がやるのはいっちゃけど、そうなの、なんかくちゃらーっていうか、なんかなんかめっちゃね、美味しそう、美味しそう、お腹空いてくるっていう音の人もいれば、なんかあんまいい音じゃないなっていう ASMR もあるから、 MSLR もあるから、なんかね、難しいんですよ。プロなんです、 ASMR って。多分難しいよね。でもやってみたい、遊び半分でやってみてもいいかな。ダメか、フォロワーが多いからな、TikTok。まあ、見てないか、誰も。7万人も。それでね、今日は、それ次の話していい？お祝いしようとしてたの、今、私は。お誕生日を。でも、ちょっと待って。ちょっと待ってね。ちょっと待ってよ。で、もう一個は、私、最近、ドラマにハマってて、相方と一緒にハマってるドラマがあって、毎日そのドラマを見るのを楽しみにしてて、リュウさんと1日1話ずつ見るっていうのが楽しみで、ユウさんほらありがとう。そう、楽しみで、今日がついにそのドラマの最終回なんですよ。で、毎回「ひえー、怖誰犯人！」みたいな感じでいつもキャーキャー言いながら見てる。怖いドラマなんですけど、結構昔のドラマ、僕のやばい妻っていう、知ってますか？言わないで、言わないで、言わないでよ。誰が犯人とか。知ってる人いる？いるかな？僕のやばい妻っていう、なんか、ミステリー、あ、ピザさんありがとう、コクヨさんもありがとうございます。こんばんは。そう、そのミステリー系のドラマがあるんですよ。それが超面白いの。マリアっていう主人公なんやけど、木村佳乃さん、木村佳乃さんやだっけな、
マジで面白いですよ。マリア、マリア怖ー、マリア怖ーって言いながらずっとリュウさんと、でリュウさんが推理するの。だからこれがこうで、これがこうで、これがこうなんじゃないみーちゃんとか言ってきて、わかった、2億円はあのおばちゃんがお金がないから盗んだんだってめっちゃすっごいドヤ顔でリュウさんに言ったら、みーちゃんそんくらい小学生でもわかるよとか言われてマジで悲しい。そんな私が一生懸命、なんか寝る前にね、寝る時にね、こう寝よった時に、ああ今日のドラマも怖かったなと思って、ああ今日のドラマ怖かったなって、で次は、あなんで2億円あのおばちゃん取ったんやろってこう寝ながら思いよったさ。で、あお金がないけんだと思って次の日朝起きて、リュウさんに、ね、リュウさんリュウさんリュウさん、あのドラマの2億円を取ったおばちゃんはお金がないんだって言ったら、マジでみーちゃんそれ小学生でもわかるしそんなわざわざ言いに来んでいいよとか言われて、えマジ分かっとったぞって言って、当たり前じゃん、当たり前じゃん、2億円盗んだんだからお金がないに決まってんじゃんって言われて、もっと面白い推理してくると思ったとにみーちゃんとか言われちゃって、ちょっと悔しいんですよ今。それが昨日の話で、今日がついに最終回なんですよ。キャー、誰が犯人なの。いや犯人は分かってるんですけど、なんかマリアさん、主人公がもう裏を書いて裏を書いて仕方ないの、裏を書いて裏を書いて、そう、私はもうこのドラマの中の全てを信じるから、そう信じちゃうから、もうめっちゃね、もう期待を裏切ってくる、いい意味で。どういうこと？そう、62億円、え62億円、え7億円とかのレベルじゃないの、違ったん？2億円で済まなきゃだって。え2億円はね、そのドラマの中でね、2億円を奪い合うんですね。でも2億円ってさ、いる？みんな初見です、こんにちは、達也さん、尾上瑞希です、よろしくお願いします。えそんな2億円さ、人殺してまで2億円いらんくない？えいるかいらんか、あ違うよ、でも警察に追われるんだよ、2億円持ったけん。怖くない？くれるとったらいい、確かに確かに確かに。えでもさ、警察にこうやって追われるんだよ。尾上さん、昨日の夜は何をしてましたかって言われて、ひえー、昨日の夜ですか、クッキー作ってましたって言っちゃうよね。動揺しちゃう、私犯人じゃなくてもえでしょ、だって人殺してまで2億円をさ、2億円をさ、もう怖くない？うわっていうね話です。さすが瑞希、2億円ぐらいって感じ。違う、2億円だよ。えそうでしょ、20億だったらさ、20億じゃないよ、2億円だよ。多分大谷翔平さんやったら2億円いらんって言うかもしれない、言うかな。シャチハクしてました、えちょっと怪しいですねで昨日の夜何してましたって言われてさ、車中泊してましたっていうのちょっとなんかさ怪しまれるくない？帯ちょうだい、無理、持ってない、2億円200円ならあるけど、2億、た2億ってやばいよ。帯は大谷さんと結婚したらさ、今私さ200円しか持ってなくても、大谷さんと結婚したらさ50億持ったことになるの？ならないか。2億か。でも2億ってさ、2億でしょ？ええなんちゅうさ、素敵ね、おいずきの病気で手術で2億だったそうで、あらもう素敵、ちょっとお誕生日をお祝いするって言いよったとに、もうまた私の話が盛り上がっちゃって失礼しました。じゃあせっかくマイクをつけて
やる気満々なので歌を歌います。え、なりませんか大谷さん。結構私ね、大谷さんの奥さんめっちゃ好きなんですよ結構大ファンで TikTok とかめっちゃ保存してるの。キモいですか私。よくね、マジで超可愛いんだけど大谷さんの奥さん、田中真美子さんっていうんやけど、マジめっちゃくしゃみでしょ、ずっとやばい、ずっとくしゃみでそうなんやけど、え、やばい、めっちゃくしゃみ、ずっと鼻がムズムズしてる。カジノって何？結婚後に稼いだお金だった。え、そうなんだ。あ、そうか、そうなのか。歌うよ現役時代。え、そう、大谷さんの、え、めっちゃ可愛いから見てみて。大谷さんの奥さん、大谷翔平さんの奥さんがめっちゃ可愛くて、なんかね、え、なんか大谷翔平さんの奥さんになりたくなってきた私。あ、違う大谷翔平さんの奥さんになりたいんじゃなくて、大谷翔平さんの奥さん自体になりたいの。え、わかります？田中真美子さんになりたい私。大谷さんはあまりよくわかんないんだけど、大谷翔平さんはよくわかんないんだけど、でもめちゃくちゃ可愛いの田中真美子さんが。なんかさ、めっちゃいい人そうだよね。見たことある？皆さん。そうだからめちゃくちゃいい人そうで、なんかすごいニコニコ笑顔が可愛くて、でなんかハーフ顔だよね、ちょっと。で身長が高くてスタイルが良くてさ、なんかさ、めちゃくちゃ謙虚そうですごい素敵な方じゃない。あんな、なんか私めっちゃ最近一番の推しです、田中真美子さん。可愛い、めちゃくちゃ。大谷翔平の、あ、やばい、呼び捨てした。大谷翔平さんの奥さんがめっちゃ可愛いっていう話。それでや、え、なになに、おいすぎの方が可愛いって、まみこさんより、おみずきさん、あれ、みーちゃんと共通点がたくさん、え、ないでしょ。だって大谷まみこさんは身長が180センチあるんやって。やばくない？ううん、芸能じゃない、バスケ選手だよね。バレー、バスケじゃないっけ、多分バスケ選手の気がする。日本代表だったのかな、なんか日本を応援してくださいとか言ってたから、多分代表プロの選手です。お疲れ様です。そうだよ、大谷さんは2メートルぐらいあると思う。だから知らんけど、だって大谷まみこさんが180センチあるから、多分翔平さんも102メートルぐらいはありそう。あー、面白い。先生、マイク消えちゃった。誰が102メートルやね、すいません。2メートルぐらいありそう。そうだよ、180ぐらい余裕では。余裕なわけあるかい。おみずき162センチしかないです。なんかもともと161センチだったんですけど、この間病院で測ったら62センチだった。162センチ。おみずきもね、ちょっとずつ成長してるみたい。161センチから1センチ伸びちゃった。伊藤大海さんは176メートル、167メートルだって。誰、大谷というさん、なんて言うんだろうね、ひろみさん、ひろみさんじゃない、そう、成長期なの。え、後輩だって大谷さんの。そうなんや、誤差でしょ。なんかお昼だと身長が伸びたりするらしい。本当かな、嘘かな。18年後に追いつきますやん。確かに確かに、1年で1センチずつ伸びていけるって思ったら、はあ、どういうこと？大丈夫こと1になれたさ。でもありがとうございます。ひろみさんっていうの、伊藤ひろみさんだって。知らないよ、野球選手。
知ってる知ってる、野球選手、ハムの選手知ってるよ一人。この間お母さんと2人で「あ、待って、この人日本ハムファイターズやん」って言って、「今度配信で言おう」とか言ってたの。なんか桑原さん、桑原選手っているがね、なんかめっちゃキツネダンスだったっけ、なんかダンスがめっちゃ面白くて、そう TikTok でバズってたの。お母さんが大爆笑してて、「みーちゃん見てこの人」とか言って、「超キレキレのダンスをするの」とか言って見せてきて、「面白いね」って言って、「あ、ハムやん、これハムの選手だ」って言って話した。あっちさん、あっちさん、あっちさん、フォローありがとうございます。チキ会あるんだよ、6月30日。みんな会いに来てくださいっていうのはもう遅いかな。そう、楽しみ。30日、チケット持ってる方はぜひ、お水着とチキを取りに来てください。そうだよ、キツネダンス。あ、知ってるんや、やっぱり。そう、バズってた。なんでキツネない？え、なんでやろうね。みんなキツネダンス踊ってるから。ペイ、え、ペイって何？え、桑原さんで合ってる名前。知らないですけど、最終審査チキ会あるんですよ。あ、北海道やけんキツネなの？なんで北海道はキツネなんやろ。なんでやろうね。で、今日忙しいんですよ、水着。なんで、みんなが帰ってくるまでの配信なんですよ。みんな、なんで切れるのよ。なんで切れるの。もう。え？やばい、くしゃみ出そう。ね、いつもさ、ドリカムのさ、お誕生日おめでとうみたいな歌歌ってるけどさ、私普通のさ「ハッピーバースデートゥーユー」って歌いたんやけど、それないの？あ、「ハッピーバースデートゥーユー」つって。ハッピーバースデイトゥーユーの歌ってさ、本当の名前なんやろ。ハッピーバースデイトゥーユ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 ー。え、この歌ってどこにあるんやろ、ないんかな。ハッピーバースデイディアディアと、え、ドリカムさんしかないの？ドリカムさんしかないんだって。普通にハッピーバースデーし歌いたいんやけど、どうして普通のハッピーバースデーがないのかしら。あい、ちょっと待って、ずっと喋ってるけどこれ配信されてない説あるな。なんやと、おお、なんやと、なんやと。ああ、なんでなんで ABCDEFGHIJK、 手がめっちゃ熱い。あ、配信されてるって、喋ってるって。得意なアカペラ、え、いいよアカペラで。そう、正式タイトルわかんない。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデイリー。来たよ来たよ。
スペシャル、メリースペシャル、メリーメリースペシャルデー。出会えるようなあなたに見える一年に一度の日が、たくさんの素晴らしい見事がまだまだあなたに訪れるように。ありがとうございます。やりました。お誕生日おめでとう、おらんちゅうさん。パパパパパンはおめでとうございます。素敵な一年にしてください。にうわいいですね、今日誕生日って。でももうあとちょっとで終わってしまうよ。あとは3時間で終わってしまうけん、楽しんでください。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。おめでとう、おめでとう、ランチューさん。おうちんとおかん、あ、おうちんは私があの体調不良の日に、疲労の日に、不良の日にお誕生日だったんですよ。で本当は私お誕生日プレートっていうかお料理はめちゃくちゃ作戦会議してたんやけど、一人で。そうで、めっちゃ美味しいご飯をたくさん作るっていう予定だったんですけど、何の予定も無駄でしたね、体調不良でまあいいんですよ、いつでも誕生日パーティーはできますからね。でお母さんがもうすぐ誕生日なんで、もうみんなまとめてですかね、私とリュウさんもまとめてなんで、そういいんです。そう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 、もういいんです、仕方ないんで。誕生日の日、昨日お母さんも言ってた、あうちの誕生日マジで何もないかったなって言って。パパパパパン、パパパパパン、ハウェにしてる。俺のもまとめて、6月までやったらいいよ双子座パーティー23日？え、お誕生日？誕生日ですか？パパパパン、パパパパパン。9月か。まとめてない。9月はまとめてないぞ。あー、何？何があったん？そんな大きな声を出して、あーあーあーって、そうですって。誕生日やったとか、ごめん、それは私と近いね。一日違いや。私と一緒やん、ほぼ。なかなかね、私もさ、最近さ、お誕生日みんなのお祝いできてない気がするんだよな。皆さん言ってください、お誕生日の時は。今日は誕生日なんですって、私もお祝いしたいんですよ皆さんの。だって私誕生日いつも盛大に皆さんにお祝いしてもらってるから、お祝いしたいよ。お元気さん、お元気、おげんさんさん、こんにちは。尾上みずきです。よろしくお願いします。あ、DM 見ました。ありがとうございます。大好きさん。さあ、ファイナル取っ切って、おみずき誕生日だったん。そう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 。ファイナルの日誕生日だった、確か。あ、誕生日、ん？前日が誕生日だっけ？すぐ覚えましたね。じゃあ、私も忘れんわ、次の日やったら。アイドルになったら、ファンタジーの7ちゃんね。どうやろうね。うん、変わらず痛いけど、このままでどうなるんですかね。9月8日配信だね。言ってよちゃんと。誕生日2日あるねん。え、
不思議なこと言ってる人がいるぞ、ここに。不思議さんがいる。生まれ変わったってこと？そういうこと？そういえばね、不思議なことあったんですよ。のみずきさ、めちゃくちゃ不思議なことがあって面白かったんやけど、お母さんがね、会社の会食かなんかに、いやまだ言ってない、まだ言ってない、不思議だな。なんかお母さんがね、会食、なんか仕事の会食、うちのお母さん結構なんか人が多いんですよ、会社。結構なんか大きい会社、大きい会社なんやけど、それでなんか会食があるのよ、よく。それでなんかさ、なんか娘全然知らん人に、どういうこと、意味わからんちゃけどって思ったんやけど、お母さんがなんか全然知らん人に、娘さん病院帰ってきてるんですよねって言われたみたいな言い出して、お母さんが。でなんか娘さん病院に通ってるとこを見たっていう噂があって娘さん帰ってきてるんですかって言われたって言っちゃう、おかんが。いや待って、どこでだ、いつ見た私をと思って。しかもさ、私病院行ってる時通ってたっていうか、行ってる時って帽子にマスクにで髪ボサボサだから、すごい深く帽子をかぶってたの、具合悪かったっけ。美容院だよ、美容院なんか行っとらんし、長崎で。そうで、病院で帽子にマスクで、私って分かるわけないじゃん。で、なんで分かったんやろうって、しかもなんか全然知らん人がさ、お母さんに言ってくるってさ、めっちゃ不思議な状況すぎて。で、お母さんも、それ見たんじゃなくてカルテじゃないとか言って、カルテでわかんだ。だから私いつもなんかさ、元気に病院行くときは、はい、尾上瑞希ですって言いながら行くんですよ本当に言われるやんか、誰ですかって言うけんか、尾上瑞希ですっていつもハキハキ病院で一番明るく元気にいつも言ってるんやけど、その持病の時とかはね、通院の時。いやけどさ、もうその時超具合悪くて、もうマスクで帽子で、真冬にモコモコのセーター、真夏でもないな、そう暑いのにモコモコのジャージ着てシュンってこうしてたの恥ずかしいやん、そんな、あれおみちゃんやんってバレてたってことだよ。そうバレてたんだよ。で知らんくて、お母さんと大爆笑した。一応私あの格好でさ、おみずきやって、おみんなにバレてたってことかって言って、うん、やばくない？カルテでバレるんだって。だから気を抜かないようにしなきゃね、病院に行くときも超不思議じゃない？しかもなんかさ、通ってるとこを見たみたいな噂があったよとか言われてさ、どんな噂やねんと思ったし、通ってる子外から見てさ、わからんでしょ私って。すごくない？大爆笑したんだけど、お母さんにそれ言われて、ありえんありえんとか言ってたけど、確かにでも病院行ったしね、行ってたしねって言って、私かって言った。いやフルネームとかじゃない、大きい病院なんで、そのなんかちっちゃい町の病院とかじゃないでしょ、町のなんか病院とかで、おのめさん、おのめみずきさんとかそういうのじゃないですよ。ちゃんと大きい病院なんで、あの何背番号で呼ばれるんですよ。こう何だかモニターがあって、背番号じゃない何っけ、なんか患者番号みたいなのがあるじゃんか。それでポーンってなって、ピン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 ってなったら、パッて見て、あ何番だって言っていくやつやけんか。やけんフルネームは呼ばれてないの。だからもうカルテで情報筒抜けです。皆さん気をつけてくださいね。バレますよ、どんなに帽子を深くかぶっても。バレてましたね。しかも知らない人に言われるの面白すぎるでしょ。そうだよ、モコモコ着てたので。さあ、ちょっとさ、知ってもらえて嬉しいじゃん。
ね、ちょっと嬉しいじゃん、知らん人に知ってもらえてて嬉しかねえっておかんと話しよったけど、いや待てよと、あの時の私を振り返っても記憶がないんですよ、ちょっときつくて、その嫌だー、あの瞬間を誰か知らん人に見られてたと思うと嫌だーと思ってきて、そう超複雑な感じでしたね。そうだから、そうだね、そう、受付番号っていうのか、おみなんで、ゼッケンで、そうだよね、長崎超狭すぎる、だから本当に私が玄関にこうやってちょ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 って入ってたとこを見た人がいるのか、本当にカルテか知らんけど、どっからか情報筒抜きしてておもろかった。嬉しいような、ちょっと病気中に見られるのは恥ずかしいような。 え、でもね、そう、なんかね、家の目の前のおじちゃんとおばちゃんがいるんやけど、おじいちゃんとおばあちゃんがいて、隣のおばちゃんがいるんやけど、私がちょうど病院に行く時に車に乗る瞬間にみんなが出てきたの。やばくない？ やばくない？もう私さ、めっちゃ具合悪いとにさ、車の中からさ、みんなに手振ってさ、おじいちゃんとおばあちゃんに、お熱があるから病院に行きますってお母さんが言って、私もちっちゃくみんなに手振って超田舎 めっちゃ田舎すぎん。で、隣のおばちゃんも大丈夫って言って、これ車出ていく時にみんなにこうちっちゃく私は手を振りながら行くの。 ああ田舎やなここと思って。私病気してもみんながこうやって「大丈夫?」って言って心配してくれるけんさ、嬉しいけどさ、嬉しいけどちょっとなんか思い返せば面白い。で、今日そのおばあちゃんたちと会ってから「元気なったよ」って言いに行った。何やった?って言って、なんか分からんって言って 心配したよーって言って、びっくりやったねーとか言われてさ、そう、おばちゃんには元気になった報告しに行ってきた、さっきお昼間。でも超田舎なの、私熱出して体調不良になったらもういろんな人にバレてしまう。お水木体調不良らしいよってもう地元中に広まってしまうね、あんなみんなに見られたらね 面白かった。はい、お水木のお家は田舎ってことです、とりあえず。 昔話 本当田舎だよね、マジでみんな大集合じゃんって思いながら、でもね、そんなたまにしかないよ、そんなみんなが集まることっていうか、たまたまみんながその外にいること、それがたまたま私が病弱で弱ってる時って。そう、長崎の友人じゃないの、もうここ地元ではみんなに可愛がってもらってる素敵なとこですよ、ほんとほなほなするでしょ。こんばんは。どうやろ、さっきなんかね、ちょっと前になんか龍さんと合流したとか言った、俺にも手振ってたっていくらでも振りますよ、でも病気中やったけん、自分になんか大変なことが起きてないかと思っちゃうかも。なんでなんで あ、確かに。いや、なんか、そういうことね。今日なんか、やばいんじゃないみたいな。みんながたまたま集まってきたけんね。確かに。そうだよ。長崎では、長崎っていうか、ここではね、もう、おじいちゃん、おばあちゃんばっかやけんさ。今日ね、ご飯ね、おうちが作ってくれた。なんか作ってくれた。今日おうちんが早く帰ってきたけ。で、今日みずきはおうちおかんが帰ってきたら一緒にクッキー作りに行かんとけ、すぐ。ゆういちもそうなるんじゃ。ゆういちさんはどこ出身なんやろうね。今度聞いてみたい。変装。確かに目立つよ。長崎って地元、この地元で。ね、私すっぴんの時はでも結構帽子かぶってるかな。だってびっくりしちゃうじゃん、みんな。お水着が
そう、超いいところに住んでる、もう超ほのぼのだから、ほんと幸せ私超幸せ、ずっとここにいたい、みんなにぬくぬく。だってもうみんながさ、東京帰るときはさ、お土産くれたり、お野菜持ってきてくれたり、素敵なとこです、ほんとに。おうちんご飯だよ今日は。おうちんご飯なんやろうね、おうちんでも結構エビフライとか揚げたりするからね、結構凝った料理作ったりするのよ。幸せだよ、とっても幸せだし。そうよ、私もさ、東京のお土産は持ってこんとなってちょっと思ったもん、この間。なんかしょっちゅう帰ってきてるし、しょっちゅう帰ってきてるから、東京のお土産ってあんま持って帰ってきたことないんですよ、実は私なんか先月は帰ってきてるし、来月も帰ってくるしみたいな、いっかみたいな気持ちになってくるんやけど、たまには帰らんといけんね、持ってちゃんとね、みんなに。ゆいちゆいちコールすぐ、私もする、私もしちゃう、ゆいちコール、そう思っただけなんだけど、次は持って帰る、ちゃんと。グミッグミエル、なんそれ。ブルマックさんありがとう。たい焼き、たい焼きまだやってるのか。うん、お土産持って帰ってきたで、あ、確かに確かに確かに、ちゃんと持って帰ってきたわ、そういえばちゃんと持って帰ってきてますよ。え、何がいいんだろうね、東京バナナ、ちょっと定番やんか、それ以外なんかあるん、東京のお土産って。なんやろ、カステラ、カステラみたいな感じやろ、東京バナナって。東京バナナ私めっちゃ好きなの、めっちゃ好きだよ。ないの、みーちゃん途中で食べそうよね。よくわかるね、よくわかってますよ。私東京バナナ1回ね、なんか6個入りとかを買って持って帰ったんですね。で、あの帰ってきたタイミングでなんか蓋開けたら2個しかなくて、で私気づいたら4つも食べてたの、東京バナナを。で隠蔽した、その後もうこれ2個しかないわ、食べちゃった私と思って、隠蔽して、ごめんちょっと次持ってこようと思って違う、あの聞いて聞いて、これには理由があって、あの飛行機乗る前にお腹に何か入れとかんと、酔っちゃうの、気持ち悪くなるんですよ、気圧で。でやばー、もう買いに行く時間がないよご飯と思って、バタバタしちゃって、あもうこれ食べちゃえ、もうどうせ来月も帰るしいっかみたいな気持ちで食べちゃったそうっていうのある。で次の月帰って帰ったかはちょっと謎ですけど忘れちゃったけど、でもドーナツ、クリスピードーナツはね、よく買って帰ってるよ。長崎にないんですよ、クリスピードーナツが。だからお母さんが大好きで、クリスピーが。そう、あんま東京バナナはね、お母さんが東京バナナがあんま好きじゃないの。変やろ？そう、そう変なんです、うちのお母。東京バナナはあんまり食べないから。そう、でもその時は東京バナナ買ってっちゃったんだよね。で、結局、私が全部食べたんやけど、私が大好きな東京バナナ、お母さんはあんま好きくない。でもクリスピードーナツはよく買って帰ってるよ。3000円分とか買って帰るんやから、私偉いやろ、みんなのために。そう本当ですよ、てへっていや通りもんは美味しいよ、通りもんが一番好き私、博多通りもん。みんな食べたことある？博多通りもんめっちゃ美味しいっちゃけん。捕まり、一回私警察の前でちょっと動揺しちゃったことある。こんなドーナツ持っとって大丈夫かなっていう、めっちゃドーナツこうやって持ってたの、こいつ怪しいぞって思われんかなと思って、警察の前通るとき、そう思えば思うほど動揺してきたの。やばいやばい、ドーナツこんないっぱい持ってきてるみたいなね、なんかさ警察のさ前通るときってさ、何にも悪いことしてないのにさ、私さドキドキしてくるもん、この警察私のこと疑っとくかなと思って、何も持ってないとになって
そう、開けてくださいって言われたらもうこれだけはやめてくださいっていうかも、このドーナツだけは思わないか。私ね一回ね長々捕まったことがあるんですよ、何保安検査で。もう時間ないのにさ、何に捕まったと思う？ピンセットだったんですよ。なんか入ってますよねって言われて、え、何にも入ってないんですけど、何にもしてない、入ってないのになんか入ってますよね、なんか鋭いものが入ってますよねって言われて、鋭かもん入っとらんばってんって思って、なんやろ鋭いもんって。でなんかピンセットですかとか言われて、いやピンセットかーい、ピンセットくらいいいやないかーと思ったけど、こうまつげをね、私こうまつげをこう揃えるときにねピンセットを使うんですよ、ピュンピュンピュンって。確かにそのピンセットはこう鋭い感じだったけど、まあ、これじゃあね何の武器にもならんよねってことで、あ、ピンセットですね、大丈夫ですみたいな感じで終わっちゃった。いや時間返してっていうぐらいピンセットにめっちゃ時間取られた。だからもう最近はピンセット持ち歩いてない。そう、こんなに飛行機乗ってるけど、いまだにあこんなので引っかかるんだっていうもの結構ありますよ。うん、ピンセットとかもあるし、あとこうあれもある、化粧品をこう伸ばす、韓国のメイクさんとかよく使ってるんやけど、こういうなんかまああるんですよ、パレットみたいな、こういう筆みたいな、それも引っかかったね前。フラッシュ暗算力あ、暗算力ですかって言えばよかったわ、ふざけて。ナイフ、ナイフはやばいね、捨てられたでしょ帰りに止める、あららら、らゼロさんフォローありがとう、ナイスフォローです。捕まりそうになっておもろ、鋭すぎますって、逮捕ですって。え、ナイフ捨てられました？あ、私も一回捨て、あ、違う違う違う、あれであれしたんだ、捨てられてないんか、あれだ、あれか、預けんといけんのよね確かね。私もあったわ一回、長崎のいい包丁をもらって帰ってきて、お母さんにめっちゃお金取られた、預けたい、預けんといけんいけん、追加料金がかかったの。なんか申し込みました、当たるかなーって、当たる当たる絶対、写真撮ろうね。どんなポーズしますか？こんなポーズこんな一人でやれってね。はい、どんなポーズするか考えとこうっと、楽しみ。お金かかんなかった、私 LCC だったのよその日確か、運悪く LCC たまにしか乗らないのに、そう LCC だったのよ、嬉しい、私も嬉しい。再抽選、え、わかんない、ソラシドセダモじゃない、え、ソラシドはいいよ、ソラシドは、ソラシドエア宮崎のね、拠点宮崎だよね。 ANA はね取られなそう、料金 JAL も取られんかな、ジェットスターとか取られるけどね、ピーチとか。もうグレた、グレちゃいかんよグレちゃいかん、スープ美味しすぎるから飲んで、やべ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 、ソラシドスープとか売っとるの、飲んでみよう。あ、でもソラシドね最近乗ってないんだよね、ソラシドや。スカイマークとかよく乗ってる、スカイマーク、あースカイマーク、金髪にするって、楽しみいいじゃん金髪。え、もう1時間もさお話ししてるんだ、なんかお歌でも歌おうかな、のんきに歌歌えるけん楽しいな、もうオーディション中じゃないけんか、なんかのんきに配信できてちょっと楽しい、これはこれで、これはこれでこれはこれで、え、いいよフォーチュンクッキーにしようじゃ、だって今から私はクッキーを作るんだから。そう、今からクッキー作りに行くの、
ごめんね、みんな。お水着クッキーで忙しくて。おい、ちょっと待って。あ、出てきた出てきた。あんた聞くのも好きって。イエーイ。このウェア。私フォーチュンクッキーを歌えないってやばくないですか？だってカフェテラスって言ったよね。絶対言ったよね。言ったよね、青水キやばすぎる。すいません、間違えました。もう歌わない、もう歌わない。ちょっと久しぶりに過ぎたけん忘れちゃった。でさ、あの私さ、目悪くて字が見えないってちょっと言い訳でいい？許されん、ごめんなさい。確かにプリウスの方がね、歌ってきたけんさ、プリウスはね、もうほんとね、めっちゃ歌ったよ、いっぱい。はあ、お水着印のオリジナルクッキー、そうです。今から歌ってなくてもなんかね、ほんとよね、びっくりしちゃった。目悪い歌で見つけたよね。コンタクト入れるしかない。でも本当にね、そろそろコンタクトつけるともうやばい。お水着これただのカラコンだから、今日もつけてるけど。カフェ、あれ帰ってきたの？帰ってきたかもしれない、うちのお花、お花が、お花。タラタラタタラタラタラタタラタラ。ただちょっとさ、次なんか リクエストありますか？もう一曲ぐらい歌いたい、お水木も。だって全然歌えなかったから、フォーチュンクッキー。もうちょっとお水木が自信も満々に歌える曲にしちゃおうと。何ですか、お水木が自信満々に。スティッチそう、間違いなそうなやつ、ご愛嬌ってことで。カムサハムニダ、なんかな、最近好きな歌あるかな。最近の好きな歌は愛嬌しかない、本当にそう思う。私も愛嬌しかないの。頑張らば歌ってみる。もう聞き飽きたやろみんな。ちょっと何にしようかな。わかった、今適当にな頭の中に流れてきた歌があるけん歌っていい、歌っていい、絶対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 今適当に流れてきたけんこれ歌ってみたい。あ、でも歌えるかどうかわからん、小学生ぶりに今でも
たまたま頭の中に流れてきたけん歌いたい。なんかテンション高いし、いけそうな気がしてきた。いけないか、いけるか、いけるやろ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 、ちょっと立ってみようよ。え、ちょっと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 今さ、あのなんか今突然頭から流れてきた。え、これ設定る？これは小学生の時に体育祭で踊ったの。太陽さんさん盛り上がる今年は歌いたい気分ルンルン飲みたい放題笑いたい揺れる揺れる心にドキドキしたいなそれもそうかな楽園2番は知らない今なんかピーンイーチって流れてきたけんか歌ってみた。めちゃくちゃ懐かしくない？今度カラオケで歌ってみよう。この歌、懐かしい。めっちゃ盛り上がるじゃん。第4、3、3。わかる。堀北さんめっちゃ可愛かったよね。芦屋瑞稀ね。芦屋瑞稀でしょ。めっちゃ可愛かったな。あれ、あ、そうそうそう、小栗さんや、小栗旬さん、小栗旬さんと水島ひろさんと堀北真希さんと、あ、誰も一人、生田斗真さんかな。うわー、見てたな、イケパラ。ちょっと夏メロ歌おう、みんなで夏メロ。じゃあ今から懐かしい音楽をコメントください。夏メロって言ってもお水木の中の夏メロ、お水木世代の夏メロにしてね。すっごい大昔のもう夏夏めつめつるもはダメだよ。あ、いけない、太陽いい、あ、ハピネスいいね。あ、ハピネスってどんな歌？走り出せ、あ、なんかちょっと違うな。走り出せ明日を迎えに行こう、あ、違う、君だけの音を聞かせてよ。懐かしいね。いけない太陽、いけない太陽、あなななななな、な、知ってるよ。全然違った。嵐で好きな歌はラブソースイート、ラブソースイー、ウォーウォーウォー、イエイイエイイエイ、愛とマシンガン、知らん知らん知らん、マシンガンソングは知らん。あ、間に合った、おかえり。知っとる曲あるかな。1960年って、しなげ完了です。合ってる？嵐はあんまり知らん。知っとる、あ、嵐は知ってるわ。ありがとうの思いを伝えたいよ、そっと君のもとへ、ってやつが好きだったな。ドラマ見てたな。100キロ完了。私羞恥心知らないの、テレビ見てなくてさ、その時羞恥心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 ってやつでしょ。知らないの私羞恥心。そう、みんなが羞恥心羞恥心言ってる時、私羞恥心って何、言葉も知らないし、その羞恥心っていう、そう、歌ってる人たちも知らなくて、そう、残念だったな。え、何それ、負けるもんか、なんだそれ、ヘビロテね。え、何それ、何リョダンさんそれ、夏祭り。君がいたな、オレンジレンジの花、花ってどんなやつ。水木、みんなが想像思ってる以上に歌知らなかった。え、花って何やったっけ、どんな歌っけ。
道水木の一番昔の曲、セカチュー、セカチュー、セカチュー、ジー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 、あ、ジー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 、知ってるよ。君がくれたものでしょ、知って。夜しか懐かしいけど、それ高校生の時やん。ダダ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 ダ、違う、夜しかって一番何が有名なのやろ。すごい好きだったな、夜しか、高校生の時。何がい、君に晴れみたいなやつか。ただ抜き、夜に浮かんでいた、ただ君に晴れか、歌ってみようと。全然夏メロじゃなかった選ばれたのは全然夏メロじゃなかったです。最近じゃないこれ。に浮かんでいたクラゲのような月が馳せた、バス停の線を覗けばあの夏の君が頭にいる。あれちょっと忘れちゃった。え、ちょっと一回歌ってみるね、どんなやつだったか。だけ、この指が大切だから、リズムを奏む。鳥乾いた雲、夏の匂いが頬を撫でる。大人になるまでほら背伸びしたままで、遊び疲れたらバス停裏で空でも見よう。時期に夏が暮れてもきっときっと覚えてるから、追いつけないまま大人になって、君のポケットに口に出せないなら僕は一人だ。それでいいからもう諦めてる。あ、でも大体分かってきたぞ。だけ、だけですね。だけでした、だけでした、だけでした。なんか縛りあったの？え、ないの、ないの。適当に歌ってみようっていう配信です、これ。サイマジョ、サイマジョの君は君らしく、トロ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 。こんばんは。渋谷側、タララタラタタタラタラタラタ。え、これ渋谷側で合ってる？渋谷、渋谷、渋谷、渋谷。ちょっと盛り上がる曲歌って大おしまいにしようと。すでよ、サイマジョと言ったら、手をつないで帰ろうかにしようかな。手をつないで、え、みんな知ってるのかな。手をつないで帰ろうか知ってる。そう、めんどくさくて興味ないふりをして、僕はずっとそこ向くしかなかった。だけど心は集中して君のことを気にしてた。アイスカフェラテのストローの回し方、なぜか君が不機嫌に見えるよ。ごめん、やってしまった。Come on.
皆さん聞いてください、大事件です大事件です。おみずきさん全く歌えない手をつないで帰ろうかっていう曲を歌ったつもりだったんですよ、おみずきは。なんですけどめちゃくちゃ難しくて、自分で歌って自分で聞いて何歌ってんだっていう気持ちになってきました。それぐらい 歌えてないです。この曲知らないよっていう人もいたと思うんですけど、今のは忘れてください。今のは手をつないで帰ろうかじゃない曲です。違います、あれはオリジナル曲、おみずきの。マジで難しいね、今の曲初めて歌った。手をつないで帰ろうか、誰かに乱れてもいい。え、なんか難しいね、こんな難しい曲だったんだ。なんか簡単そうに聞こえたんだけど全然難しかったです、失礼しました。まぶるしい二人生存とろろろろとろろ違う、もうなんかあんまりちょっとは終わりがあんまりしっくりこなかったから、なんかもうちょっと、え、見てキラリンレボリューションがあるよ。キラリンレボリューション歌ってみてもいい？怒る人おらんやろ。歌ってみよう。でもこれ難しいんだよ、なんか。いいのかな。恋がの人にだな成功いかないって、直線できないだり左だって止まらないで、いつか星を描いて君と届けたい。君へ届けたいなんだ。一緒に入れるどころか夢落ちの三連届きそうに見せるのが今時の運命。甘いものほどしみる胸の隙間に君のくれた笑顔、まだ途中だけどありがとう。聞いてください、おみずきがアイドルになりたいと思ったきっかけの曲。さえ見当たらずにため息なんてうだだだだ忘れちゃったきっかけとか言ったくせに、ただはチープだと思われても、すいません忘れました2番はでも私キラリンレボリューションが大好きで、キラリンレボリューションキラリンレボリューションが好きでアイドルになりたいと思ったの。ハッピーハッピーさんね。バラライカある。やば。誰だ、一曲とかやった人。ちょっと楽しくなってきた。バラライカってどんな曲？バラライカでしょ。だだだ。なりたかったの、月島キラリちゃん。ゆらりゆらり揺れている乙女心、ピーチかなりかなりやばいのよ、助けてダーリンクラッ
懐かしい。あ、ごめんなさい皆さん、これ知らん人からしたらなんでこんな盛り上がってんだって思われそうやけど、めっちゃ好きなのこの曲。マジでやばい、超懐かしい。え、知ってる？懐かしいってバラが歌えるのかね。え、歯は出しっぱなしでいきますよ。私どんな曲でも歯出しっぱなしで歌える自信ある。あの国歌でもいけるかも。え、嬉しい、上手って言われた。だってこの曲をずっとちっちゃい時踊ってたから、あのえ、わかる？そうだけ歌えるのかも。可愛すぎ、ありがとう。もう月島きらりちゃんいてびっくりしたんだけど、でもそれぐらいか。有名なのってなんやろ。やば、ピンクのフリル水玉セーターって歌ってた、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 歌ってた。ハッピーって何？だからハッピー山の頂上ってやつか。わあ、やば、やばいね。なんかさ、あのさ、なんかさ、もう一曲あったじゃん、私がすごい好きな曲が。ライガーバイガーエンジンが入ってきたりするので終わろうとしてんのよ。終わろうとしたんやけど、じゃあちょっとモームスを歌おうと思ったの。モーニング娘。なんかモーニング娘歌ってみたいな、久しぶりに。娘、そしたらね、月島きらりちゃんが出てきたの。なんかさ、みんな好きな歌ある、モーニング娘さんの。ザ・ピースとかは歌えるかな。ザ・ピースって有名だよね。あ、これえ、どんな歌？タタ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 。え、ちょっと歌ってみようか、どんなもんか。ザ・ピースじゃない、私が歌かったの。やばい、 A メロ全然わからん。どんなやつ最初。あれ、やばい。え、歌えない、なんだっけ。これじゃない、私が歌かったんだよ。選挙の日ってうちじゃなぜか投票行って外食すんだ。次のタイム、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 ゴー、レッツゴー。違う、なんか違うな、なんか違った。なんか私が歌いたい曲じゃないじゃん、これじゃなくてモーニングスで。なんだっけな。まあちょっとわかんないな、私が好きな。モーニング娘さんはね、あんまりよくわからないっていうか、そう、あんま知らなかったみたい私。
私が3、4、5歳ぐらいの時かな。あ、これか。え、これはなんだ。この歌もさ、有名だよね。これか。ミニモニはね、超世代だよ。あ、世代じゃないか。これはなんだっけ。何の配信なのこれ。おみずきが一人でなんか楽しく歌う配信しかも歌いたい。カウバイベイベイ神コプテンじゃない。オーイエス、気持ちが大事。飾りはベイベイあるものでいいんじゃない。オーイエス、アイデア勝負。愛する人よって見てみ、寂しい時はベイ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 。どんな人にもベイ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 あるというのは本当だ。ちょちょちょいい感じ、ちょちょちょこれこれこれ、ちょちょちょいい感じ、ちょ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 いい感じ、ちょちょちょいい感じ、ちょ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 いい感じ、ちょちょちょいい感じ、ちょ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 いい感じ、これこれこれだ、ちょ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 いい感じって言いたかったの私。今日何だったっけと思って、これだ。買い物して仕事して歴史刻んだ地球を泣いちゃった。だけなの。ちょちょちょいい感じって言いたかっただけ。あー面白い。もうみずきってさ、調子悪いぐらいがちょうどいいかもしれない。もう絶好調すぎて私もう超自由な配信してしまう。あー面白かった。じゃあランキング読みます。あーみずきがただ楽しかっただけの配信だったわ。これだよ。超超超いい感じ、超超超超いい感じって言いたかったの私。買い物して仕事して、ん、調子悪い、違う、絶好調に戻っちゃったからさ、もう絶好調なの今。じゃあランキング読めますね。なんだかな、今日私40分ぐらいしか配信せんつもりあったさ、みんな帰ってくるかなと思ってめっちゃ長々しちゃった。第13位やすさん、ありがとうございます。第12位ともさん、ありがとうございます。第11位ブルーマークさん、ありがとうございます。第10位ふみさん、ありがとうございます。第9位さんろくちゃん、ありがとうございます。第8位まゆかみよしさん、ありがとうございます。第7位といさん、ありがとうございます。第6位ブリントさん、ありがとうございます。第5位ひなたさん、ありがとうございます。第4位センターカーさん、ありがとうございます。今日前髪私髪あのスプレーで止めてないかったわ、今気づいた。第3位オーピソさん、ありがとうございます。第2位大輔さん、ありがとうございます。そして第1位はエビ様さん、ありがとうエビ様さん。本日も皆さんありがとうございました。もう超自由な自由な自由すぎる配信でしたね。あっという間に何分ぐらい配信してたんだろう。1時間ちょっとしてたんか。じゃあ皆さんまた、楽しかったって嬉しい。私もめっちゃ楽しかった。おう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 って言いながら1階に降りていきたいと思います。では皆さん、今からおみずきはクッキー作りに励むんで、頑張ってくるよ。頑張ってくるよとは。では皆さん、明日もお仕事頑張ってください。ちょっとどうやって切るんだ、毎回これカラオケした後に切れなくなっちゃう。じゃあ皆さん、おやすみ。